逃げる15番のボヌールバローズ、1馬身のリード。2番手5番のエイシンレア、そしてこの外から前を追って8番のマカーセ、差を詰めてきました。後方からは7番の杉野プリンセスも動いてくる。4コーナーカーブから直線、逃げる15番のボヌールバローズ、1馬身半リード。追ってきた外に切り替えて6番のメイドイットマム、2番手から先頭に並んでいく。3番手以下横一線でマカーセ、サーフスアップ、外から杉野プリンセス内をついて10番のアレナでもこの圏内ですが、3番手争い懸命に前を追っている。突き抜けたのは6番のメイドイットマム、ゴリ。2番手争い最後は接戦、ここは15番のボヌールバローズ粘るところに、並んだのは9番のサーフズアップでした。ゲートが出て思ったよりも前目につけれて、はい、まあ、4コーナー回るときには手応えも良さそうだったので、ただあそこまで弾けるとは思わなかったのでちょっとびっくりしています。とりあえずスタートに集中してもらって、もうちょっと、想定としてはもう一列後ろからだと思ってたんですけども、はい、まあ、多分馬の調子が良かったのであそこつけられたと思います。本橋騎手とは何か話されてましたか？まあ、あの馬の状態だけ、あの最初駅ですごく動き良かったよということを伝えてましたので、まあ、あとは、まあ、重賞ハンターじゃないですけども実績ありますんでお任せしました。今年はあのニューイヤーカップから2着続きだったので、12月31日今日今年で勝てて嬉しいです。輸送面も含めてあの落ち着きありましたし、明治の追い切りをかけてマイナス3だったのですごく馬が成長しているんだと思います。そうですね、今後ちょっと短い期間の短期放牧を挟んで、まあ、2月のユングフラウか体調が整わなければ大花賞直接でもいいのかなと思っております。こうやって一つ勝たせてもらったので、来年はもう一つ二つと勝ちたいと思っております。こちらの指示にしっかり従ってくれていい伸びしてくれました。インにはこだわってなかったんですけども、はい、理想は2列目最悪3列目と思っていたので、まあ、今日はスタートも決めてくれましたし、そのおかげでうまく運ぶことができました。3コーナーでちょっと促したときにあの抜群の反応してくれたので直線は伸びるだろうと思ってました。ちょっと必死でこんな差がついていると思わなくてレース後びっくりしました。まだあの距離が伸びても良さそうですし、全然まだまだ楽しみが広がれる馬だと思います。まあ、明日からも競馬ありますけども、変わらず気を引き締めて、集中して、事故のない競馬を僕は、目指してます。ぜひご来場いただいて馬の姿を生で見てほしいと思います。これからも応援よろしくお願いします。